今このゲーム実況ゲームスタート。あー、ただいまー。はい、ではこちらのコースやっていきたいと思います。あれはなんだろう、日本語呼びにするとクリスマスバケーションみたいな感じでいいのかな。クリスマスのトロールってちょっと見つけるのかなり新鮮ですよ。やっていきたいと思います。遊ぶ。なんかさ、概要欄わかんないから翻訳したらみんな悲惨的な状況にあるみたいな感じだったけど合ってるかな。はい、あ、いいね。これちゃんと、あ、誰かのうち、あれ、これはまた私がサンタさんみたいな感じかな。え、どこに行くんだ。あ、これちょっと待って、人のお家を破壊してってるけど大丈夫。やっぱ私がサンタさんなのか。いっちゃーぶ、あっぶないな。あ、サンタさんの行く手をみんなが阻んでるの。そんなことはないよね。よし、大丈夫大丈夫。じゃあドカン、ドカンというか煙突に入っていけばいいのかな。そして、あ、で誰かのお家だ、イエイ。で、ちょっと待ってね、気をつけてね。はいよって言って、あ、危ない、危ないね。大丈夫、サンタさんはこんなことでめげたりしない。で、あ、これ食卓じゃん。あ、やっぱり。そしたら意外とでもサンタさん難なく来られてるよ。はい、でどこ、ここ、あれ、これは12月23日ってこと。え、12月23日、今が12月23日、それともこれから12月23日、なんか本格的に始まったぞ。で、はい、やで、はい、や、あれ、おい、ちょっとー、サンタさん、サンタさんに一体何いう、なんて仕打ちをするんだ、サンタさん。いや、それともテレサちゃんが会いたかったの。それならそれで許してあげるよ。はい、ただいま。そしたら、ちょっと待ってね。こうやって入ったら、左に粘るのかな、左、よし。で、あれ、これぶつかんない、せーの、あ、いや、あー、あれ、そ、ちょっと待って、そこにも、もう、じゃあ、あれなのか、つららに刺さるのは致し方なしっていう感じで行くしかないのか、多分。サンタさんはさ、こんな苦労してみんなのお家に行ってるかと思うと大変だね。じゃあもう一回か、せーの、はやって言って、でもう、じゃあこれ行くよ。じゃあつららに刺さってもしょうがないって言って、わー、やか、え、嘘そこ変わってくれるのかと思ったんだもん。で、ちょっと待って、どうやったら私は本物のサンタさん、あれ、戻るとか、なんかそもそもが違う。いや違うわ、こんにちは、花ちゃん。オフの変え方がわかりません。どうしたらいいんですか、ここ。あ、コント、あ、しゃがむとだ、しゃがむ、しゃがむとっていうか、やられた、死んだふ、ちょっと待って、そこの死んだふりは危ない、危ない。待って、じゃあ死んだふりをするとオフが変わるから、こうやって、いやでもしばらくすると戻っちゃうんだよね。ということは、ということは、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こうやって、こうやって戻って、こうやって、ちょっと待って、動けなくなっちゃう、永遠に動けなくなっちゃう。あれ、で脱ぐ、あ、でー、こう来る、ようやく行けて、ようやく行けて、もう、もう二度と、もう二度とここに来たくない、もう中間が欲しい。何、鍵なんて持って、え、ねえみんな、あれ、ちょっと待って、みんな、あの、私鍵なんて持ってない。何これ、え、何、みんなどうしたの、これクリスマス。はい、ただいま。これはじゃあ上をここでおしっぱで、多分みんなのクリス、なんかみんな何かあったのかなって思いながら見てると、そのうち鍵が手に入って、クリスマス気分、よし、入れた入れた、ウェンディをなんとか回避できた。で、こういう、何、いや大丈夫、クリボー、あの子たちは一体どうしたの、あれ、あ、もうちょっと待って、イブ、今の取ることができないか。でもイブになりました。はい、あ、でもう一回私はサンタさんとして頑張ればいい。あ、ぶない、ない、危ない、危ないな、私がたまたま元気だったからいいようなもの。また鍵ないよ、今右に誰か、誰、あれ、花ちゃん。で、ちょっと待って、じゃあまた誰かのお家にお邪魔します。こんにちは、みんな元気ですか。で、あ、ツリーがあるじゃないか。危な、上は星と見せかけて星じゃない。で、どっから、ごめん。あの、どこから現れ、ちょ待って、ごめん。あれ、ちょ、あ、行っちゃった。あれ、ちょっと待って、上も気になるけど。え、私はこれどこに行ったらいいの、上見に行ってみる。ちょっと待って、これで、はいやって言って、こっちに、あれ、違う、違った。はい、ただいま。ちょっと待って、もう一回、じゃあ、チョロプーがどこから出てきたか、こうやって、こうやって。で、こうなって、あれ、出てこない、あ、びっくりした、やっぱり出てきた。え、じゃあ、あれ、ちょっと待って、しかも、え、ごめん、お邪魔、勝手にお邪魔した上にとどめさしちゃった。え、さっき一人、まあいいや、ごめんね、あの、私には任務があるから、バイバイ。
で、こう、あぶん、あぶん、やばいわ。うそー、ちょっと待って、このワンワンどこまで一緒にいればいいの。あ、あっちに帰ってった。よかった、そっちはワンワンのお家だったのか。で、あー、抜けられた。で、あ、いや、違う違う違う。あれ、ちょっと待って、チョロッペン帰ってきた。よかった。私、あなたのお家に勝手にお邪魔して、あなたにとどめさせちゃったから、ちょっと反省してたんだ。じゃあね、あれあれ、あ、これ下から行くんだ、多分。こっちから来て、こういうわけ。あ、よかったね。で、なんの片栗粉で、びっくりした。片栗粉で、なんて逃げ出した後だ、逃げ出した後だ、私の勝ちだ。サンタさんは急ぐ。あ、びっくりした。サンタさんは、あれ、これはもういいの。ザ・エンド。ようやく私はサンタさんの任務を終えてゴール。なんか不思議なコースだったね。はい、じゃあこれやっていこうかな。これさ、最初ジングルベルって書いてあると思ってやろうと思ったら、ちょっとなんか調べてみたらジャグリングって意味になっちゃったけど、私は、いやでも星があるからね、あれはジングルベルでちょっともじってるんじゃないかなって勝手に思ってます。スピランっぽいコースかな。タイムアタックシングルプレイだから多分スピランっぽいコース。20秒だし、ジャングルベル。はい、お、お、おっと、おっと、ハイヤーってこと。あれ、ちょっと待って、どうしよう、思ったよりむず、おっと、攻撃合ってる。思った、ちょっと待って、これあた、いや、あ、しまった、20秒だって。私の力でできてない、多分。ほっほっ、合ってる、これ。え、ちょっと待って、なんかでも私が今めちゃくちゃ上手くなったみたいじゃん。せっかくだから上手い私を見せてよ。投げるのが早すぎるのかな。多分本当はあそこで跳ねないといけないと思うんだよね。これよくできてるな。なんか私がめちゃくちゃついに才能が開花したみたいな感じになってて嬉しいんだけど。あ、違う、はい、あー、今度は違う。これなんかさ、爽快感もあるしさ、まだゴールしてないけどね、爽快感もあるしさ、なんか私の才能が開花したみたいな感じに見えてすごい楽しいんだけど、正確にはここのさ、投げる指示に従ってるだけだから、こうかな。あ、いった、よしって、あいやって、あいやーで、あいやー、ほーほー、楽しかったね。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。ではでは、バイバーイ、またねー。